基本的にね、地域から見てるとこの防災計画、まあ、あの災害対策計画ですか、これはですね全く逆なんですね、発想が。何が逆かっていうと、住民が一番こう頼りになるの、いざとなったら頼りにするのは地域の自治体ですよ、直接の自治体というか、ね、そこがですね一番責任を持たなきゃならない、防災の計画、あの避難についてもね。で実際今ですね、避難をどうするかということで一番悩んでるのは各基礎自治体ですよ。どうしようもどうしようもないじゃないかって話もいっぱい来てる。私もですね、あの防災け、あの避難の計画、あの避難、避難訓練ですね、訓練にあの同席してですね、非常に矛盾はいつも感じてる。だからあの自治体関係者はもういわばですね、まあ、呆然とした状態に今なってるわけですね。でなぜ 逆だったかって言ったかって言ったら、この規制政策において、規制対策においては、あの基礎自治体がまず第一のですね、責任と判断を持つ権限を持つべきなんです。だからガイドラインに沿って、例えば上からですね、国の方から来て県がそれを受けて、そしてさらに下に出すというのは、そういう流れじゃなくて逆なんですよ。だから今ね、例えばその避難のことについては実際には下に丸投げしていってるわけじゃないですか、今のその規制庁は。だってそうでしょ。具体的な避難計画については各基礎自治体作ってください、ガイドラインは作ります。だって30キロとか10キロというのはガイドラインとして言ったというつもりでしょうけども、でもその30キロ10キロにですね、ほとんどですね、住民の人たちは何の信頼性も置いてませんよ。30キロなら一歩安全なのか誰も持ってない。さっきあなたがおっしゃった関係自治体という言葉を使いました。非常に曖昧な言葉ですよ。関係自治体の関係って誰が決めるんですか、どういう基準で決めるんですか。そこがですね、非常に曖昧なんです。だから避難計画を立てる、例えば富山県に住んでますが、富山県のですね、自治体のですね、担当者に聞きます。30キロちょっと離れた40キロ50キロのところです。もしですね、事故が起きたら石川県の方から富山県に逃げてくるでしょう。でそのことを私たちは受け止める必要がある、そういうあの計画を立てます。でも今度は自分たちも逃げなきゃならないかもしれない、それについての計画はなかなか立てられない。だって人がですね、押し寄せてきた、避難してきたら自分たちもまた逃げるでしょう。そういう事態がですね、実際に福島で起こったじゃないですか。その時にどうなっていったんだろう。実際にあの机上に立てたですね、プランはほとんど役に立たなかった。福島の場合ですよ。でそれがですね、じゃあ解消されるのか、今度何かあった時に解消されるかって言ったら、そんな保証今のところどこにもない。みんなだから、まあ、なんかとにかく石川県から来るものを受けなきゃいけない、自分たちが逃げるものを考えなきゃいけない。ところが富山県考えてください、どこに逃げるかって言ったら、もう新潟県の方はもう海岸端しかありません、岐阜県の方は山の中の道しかありません。もうそこのところでもう首で切られちゃうんですよ。それから能登半島で実際こう起こりました、石川県の避難訓練の話です。能登半島の北の方ですね、歯科現場という北の方の人たちはどこに逃げるんだろう。とりあえず北に逃げてくださいという話になってるだけです。その後はどこに行くか、もちろん田舎の現場と同じですよね。同じなんです。だから実際の避難計画を本気になって考えたら誰も立てられない。だって もしですね、その公安なりそれから道路なりから作ってくれというふうに住民から言われたら、自治体にはお金がないじゃないか、どうするのか。バスで用意してくれって言ったらバスなんかないじゃないか、車用意してくれ、みんな車なんか乗ってない、過疎地行けばみんな じいちゃんばあちゃんの一人暮らしのうちばっかりですよ。そういったうちはどうやって逃げるのか。で避難民はどん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 来るわけですよ。そうしたらどうするのかという矛盾はもういくらでも出てくるわけです。だからさっきも言いました、順序が逆なんです。そもそもですね、防災計画を考えるときに、さっきはあなたは専門的技術的な分野が必要だと、確かにそういう分野も必要ですよ、ある部分はね。だけど避難についてはこれはそんなものよりも実際にその地域を知ってる人、あるいは風向きについてよく分かってる人、そういう人が立てなきゃしょうがないじゃないですか、ということでしょ。だから逆だって言ってるんですよ。そこからですね、僕らとか実況だとかそんな机上の国じゃなくて実際にやることをやってほしい。外国人みたいに言うんだね。すいません、すいません、もう一つだけ言います。あのもう一つしようか、私が非常に引っかかってるのは、シミュレーションを各自治体、例えばあの隣接自治体、私たちは富山県ですけど隣接自治体でも立てようということになります。だけどもあのスピーディーの端末がやっと使えるようになりました。そういうあの担当官も入りました。だけれどもそれじゃ あの避難計画立てられないんです。なぜか、規制庁の方から具体的なガイドラインが来ていません。なんだそれは。もう実際に機械があり人もいるのに計画立てられない、そんなバカな話はないだろう。逆だから逆だって言ってるんです。逆の方向に行ってほしいし、正直言えばあなた方の仕事がなるべく少なくなってほしい、私はそう思ってます。極端な話で言えばね、ない方がいいぐらい逆ですよ。だから住民の側からあなた方が教わるべきです。そういうふうにさっきの近藤さんの、まあ、あの説明会の話そうですけど、来て説明すればいいってもんじゃないんですよ。分
分かってそういうことを言いたかった。